さあプラネットパーク、到着しました。で早速ちょっとプラネットパークがこうどういう施設なのかというのを今からちょっと案内します。で、まあ、まずはこのメインのねボールのもうコンクリートの、まあ、いろんな高さの R がある、まあ、すごい楽しいセクションなんですけど、これが一応プラネットパークのメインのセクションなので、まあ、ちょっとこうぐるっと回ってみます。間にはこうしっかりレールがあったり、ね、ここの下もアスファルトなんで、あコンクリートなんですごい綺麗に滑りやすい、ね、カーブもあって、ここしっかり舗装されてプラネットセクションがあってと、結構ここみんなこうルールを守ってというか、一人滑ってる時には入らないみたいなルールを守ってるんで、結構滑りやすい人がいてと。でまあ、ここのメインのセクションを抜けて、まあ、高さの低い、ね、ボールのコンクリートのボールもあったりとか、さらに奥に進むと、さあこれが、まあ、ここのプラネットパークで一番深い高いセクションです。で、まあ、全ての見てもらえれば分かるように結構な、ね、高さがあって、 でもこっちの高さと奥の高さがこう違うので結構奥深い。この形もね、ただのまっすぐじゃ丸じゃなくて変形してるんで、かなり奥深いセクションになってます。すごい楽しい、ずっと滑ってていろんな滑り方がいっぱい出てくるんで全然飽きないですね。一日中滑れるセクションになってます。さらにそれを奥に進むと、ここが、まあバンクとフラットがメインの、ストリートコースになってまして、まあ、ね、スケートボードの人とかが結構使いやすいセクションですよね。カーブとレールとあったりとか、でもまあ向こう側には階段もあったりステアがあってレールもあったりするんで、インラインの人も、ね、インラインのストリートスケーターはあっちメインで結構みんな滑ってるみたいです。ちょっとあっちも行ってみます。ほんまに滑走面が超綺麗でめちゃめちゃ気持ちいい、まあ、こういう感じで階段とレールと、ね、いい感じ。高さもほんまにちょうどいいぐらいですよね。膝と同じぐらいの高さ、大人の人の膝と同じぐらいなんで、まあ、初心者の人にも優しいし、上級者の人にはどんどん次の技もやれるし、すごいバランスの取れたいいスケートパークかと思います。ここは500円で滑れますからね、1日ね500円で、これはすごいすごい。プラネットパークぜひぜひ皆さん滑りに来てください。以上です。どうも完璧俺のせいやからおはようございます。いただきます。いただきます。はい、スまた明日、はい、明日から別にええかな。まだ明日ちゃんと挨拶はしよう。また明日明日もね、何があるか分からない
飛んできてすみませんみたいな感じやん、ここの場所。気持ちよすぎて、どこでもいい。あ、こんにちは。こんにちは。久しぶりです。到着。これです。お疲れ様です。走行距離が1296キロ。おお、1296キロ。遠かった。けど楽しかったですね。うん、何よりもいろんなスケジュールみんな集まってくれたし。まあ、鵠沼はちょっと残念ですけど、またそれは復活した時にリベンジしますので、F2O とプラネットパークとマップスと来てくれた皆さんありがとうございます。さあ、じゃあこれぐらいで終わりますか。長かった関東ツアー終了。ではまた。